どうも、バンです。本日2024年6月4日、時刻は午後8時を回ったところですね。立花隆さんですね、動画をアップロードされてます。タイトル、大津彩香、かっこ閉じ、裁判負ける、黒川敦彦の次に逮捕されるのは大津彩香の可能性が、どんどん高くなってきました。またしても立花さん、パワーワードを並べて来られています。大津彩香、かっこ付けで2回も。そして、逮捕されるのは大津彩香の、ここから先がポイントなんですけども、可能性がどんどん高くなる。こういう風に言わないとダメだったんですよ。大津彩香さんもね。で、まあ、判決がね、出たということですね。立花さんが原告で、大津彩香さんが被告。で、立花さんは、俺は名誉毀損で、大津彩香氏から、名誉毀損されたぞ、なんとかしろっていう裁判ですね。簡単に言うと。裁判所は、大津彩香さんに10万円の支払いを命じました。名誉毀損、損害賠償の内容なんですけれども、内容的には、去年の2023年5月10日ですね、大津彩香さんの記者会見で、立花さんは逮捕されるであろうというような趣旨の発言をされたということですね。ここでやっぱりね、立花さんみたいに言っときゃよかったんですよ。立花さんは逮捕される可能性が、どんどん高くなっているというふうにね、言わないとダメだったんですよ。大津彩香さん、やっぱりこの時点ではまだね、当主になられて1ヶ月2ヶ月といったところだったので、まだまだ、その辺のね、脇が甘かったんでしょうね。でね、これはやっぱり、バンティビー的な見解としても罰アウトだったんじゃないかなというふうには思います。で、もう一個ありまして、2023年10月29日の、X での大津氏の発言ですね。犬吠え発言、これ有名な発言ですね。 X で非常に閲覧回数が多かったということなんですけども、バン TV の分析は閲覧回数が多かったっていうこともこれねポイントだったんじゃないかなと。立花さんは、これが決め手になったって言ってはるんですけれども、バン TV 的にはですね、これはですね、こう解釈します。つまり、法律的に、裁判官的にはですね、杓子定規に判断したら、これは、やっぱり、NG アウトだったんだな、というふうに考えられるわけですね。なんですけれども、ここで、大津彩香さんの、この閲覧回数が非常に多かったということを、やっぱり重視したんじゃないかな、というところはありますね。でね、この犬吠発言ですね。これ、以前にも、千代氏がですね、同様の訴訟、完全に一緒ではないんですけども、似たような訴訟で、立花さんに勝訴されてるんですね。なので、判例としてはね、割れてます。で、なぜ割れたのか、これもバン TV の見解なんですけれども、千代さんは、あの人は、言うたら一般人なんですよね。ジャーナリストとはおっしゃってますけど、一般人なんですよ。なんですけれども、大津彩香さんですね。大津彩香さんは千代さんと違って国政政党の党首なんですね。だからその立場を利用してこういうような発言をしたっていうふうに裁判官が見たんじゃないかなというのがバン TV の見解ですね。ここでアウトになったんじゃないかなというふうに考えられます。で、損害賠償の金額ですね。10万円です。これはもう大津彩香さんさっさと払ったらいいと思います。もうね、こんなしょうもないね、ことでね、足踏みしているよりかは前向いた方がいいんじゃないかなというふうに、バン TV 思います。X でのポストにはですね、大津彩香さん、当然ね、納得いかないというような趣旨の発言をされてますけれども、本命はね、こんなとこじゃないはずです。なので、なかなかね、一遍こう、決まったような裁判で、高裁、それから最高裁でね、なかなかこのような判決で、ひっくり返ってはなかなかないかなというふうに思いますんでね。さっさと前に向いていった方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。そして、大津彩香さんがですね、逮捕される可能性がどんどん高くなるなんて、これはバン TV ね、ありえないんじゃないかなというふうに思いますね。そもそも何罪っていうふうに思いますね。立花さんは動画の方で、破産詐欺罪、詐欺破産罪、どっちだったっけというふうにはおっしゃってますけれども、要するに、党のお金を使い込んでしまっていたのではないかというようなね、そういうような、
論点で攻め立ててこられてるわけですけれども、これ、バン TV の前回の動画でも言った通りですよね。あのまま放置していたら、使い込まれてしまうのは、どっちの陣営でしたかということを考慮したら、まあ、これはおのずとね、結論が見えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。あともう一つ、ここね、かなりポイントなんですけども、大津彩香さんが、政党助成金の振込口座を変更したのはですね、債権者破産申し立てがあるよりも前ですからね。債権者破産の申し立てがあって、なおかつですね、破産が確定してから、それ以降に振込先の口座を変更したりであったり、資金をですね、資金管理団体の方に移したりと言ったことがあれば、これはダメですけれども、そうじゃないじゃないですか。ちゃんとね、時系列をね、見て、考えられた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。特にこの立花さんのね、動画の、トップのね、コメントをされている方は、そこをね、考えて発言された方が良かったんじゃないかなというふうに思います。本日以上です。ではでは。つくみん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 。